どこから？はい。醤油ラーメンは？はい。お待たせいたしました。はい。小林さん待ってよ。もうこいつ待ってよ。はい、味噌ラーメン。はい、どうぞ。はい、すいません。ほら。神奈川と東京です。知る人ぞ知るって書いてあって穴場スポットみたいな感じでそのインスタには載ってました。秘境のラーメンって書いてあります。秘境って言われるけどうちのとこ秘境じゃないんで、秘境ってのはあっちなんだっけ。阿波綿の滝がある方、ここは田んぼが多いけど秘境じゃない。秘境って本当に山の中。最初来たバイクで来たお客様は秘境って書いたから、みんな秘境って書くようになっちゃった。山の中のコツンとラーメン屋さんとかね。量多くないですか？めちゃくちゃボリューミーですね。そうですね。安いですね、この量で。でも本当にね、うちの一押しはね、もつ煮ラーメンなの。あ、ごめんなさい、エビ天頼んじゃいました。違うの、ほら前テレビで来たでしょって言ったでしょ、はい、窓町で来た時に、あテレビ、はい、エビ天ラーメンになっちゃったの。うちはエビ天ラーメン嫌だっつったあ本当に一押しはもつ煮ラーメンだったの。映え的に、エビ天ラーメンだと黒いやつだから、あなるほど、映え的にいいんだってテレビ映りに。それでエビ天ラーメンにされちゃったらとんでもない目にあった。
本当はモツ煮ラーメンなの、うちは。じゃあ次モツ煮頼みます。はい。